九代目、市川団十九月十三日は、明治時代に活躍した歌舞伎役者。野号は、成田屋。縄文は三章、河門は、行用ボタン。背合に、紫線断州、言吹会三章、画号には八宇安、八ウア本名は、堀越州。五代目、小野菊五郎。初代、市川左段寺と共に、いわゆる、 断菊左時代を築いた。写実的な演出や史実に即した時代交渉などで、歌舞伎の近代化を図る一方、伝統的な江戸歌舞伎の荒ごとを整理して、今日にまで伝わる多くの形を決定、歌舞伎を下世話な町人の娯楽から、日本文化を代表する高尚な芸術の域にまで、高めることに尽力した。その数多い功績から、劇章と歌われた。 また歌舞伎の世界で、単に、九代目というと、通常は、この九代目、市川團十郎のことを指す。七代目、市川團十郎の逸尾で、愛人の子であったため中絶の危機にあったところを、河原崎座の座元、六代目、河原崎権之助からおろすなら、養子に欲しいと壊れ、生後すぐ養子となり三代目、河原崎長十郎を襲名する。 岐阜とも、長十郎の将来のためにと、幼い時より、踊りや、三味線、さらに書道や、絵画なども学ばせた。朝早くから、夕方まで休みなしで稽古をつけられ、夜は早いうちに寝るという、手厳しいもので、後に九代目自身が、この当時のことを、体が、自分のものになるのは、便所に入っている時くらいの、ものだったと語っている。 丈夫な体が自慢だったジップの七代目男十郎も、さすがに、これを、心配して意見したが、義母は、平然と、他の子は砂糖漬けだが、うちは、同じ砂糖漬けでも唐辛子が入ってあるよと答えたと、いう。高下2年正月、8歳の時河原崎座、先駆け源氏蘇我で、初めの小薬子マス平ゲンタマルで、初舞台を踏む。 東海道四ツ屋階段の民屋家門家へ5年9月将軍家に男子が生まれ長吉郎と名付けられたので長の字をはばかり初代河原崎権十郎を襲名する。その2年後、兄の八代目市川段十郎が大阪で自殺。この頃から自邸の権十郎がゆくゆくは市川段十郎を襲名することが期待されるようになる。 そのため、養父母の教育はさらに厳しいものになり、ある日ひどい頭痛で舞台を休もうとしていたところ、養父が、貴様は何だ、役者ではないか。役者が舞台へ出るのは、武士が戦場へ行くのと同じことだ。舞台へ行って死んでこいと叱責されて無理やり舞台に出されたこともあった。その後、父の皇帝だった四代目市川将、段次が、後見人となる。しかし、 三人、吉蔵狂わい発害のお坊、吉蔵や、八幡祭り小餅好きにぎやかの穂積新三郎などの大役を与えられても、立ち振る舞いが固くセリフ回しにも工夫がないので、大根だの、お茶壺けんちゃんだのと酷評された。当時将軍家に献上される茶壺を護衛する役人の、カライバリは、巷またでは、笑いの種だったが、ゴン十郎はその役人よりも、 なお、辛いばりに見えたことを皮肉ったものである。兄の当たり役、与話史上浮きな横串の与三郎を務めれば、外見は兄に似ていたがセリフが重々しくて不評。肝心長の弁慶を務めれば、芝居が未熟だと、商談次にこっぴどく叱られる。散々の国評に次ぐ国評で、本人も嫌気して芸が伸び悩んだ。明治元年秋には老人の押入り、 強盗によって養父が自宅で刺し殺され、自身も難度に隠れて九死に一生を得るという惨事に遭遇。その時に聞いた養父のうめき声は、終生忘れることができなかったという。そんな不幸の中で相続した河原崎座の座元という、重責をこなし、翌年3月に七代目、河原崎ゴ之助を襲名する。しかし4年後には、 妻の老いにあたる河原崎福次郎に、八代目を譲り、自らは、河原崎三増を名乗る。翌1874年には、非合の死を遂げた養父の遺志を継いで、安政2年の失火前焼以後20年来耐えていた、河原崎座を、芝新堀町に再興。これを妖怪の置き土産に、実家の市川宗家に戻り、同年7月、37歳の時、 九代目、市川團十郎を襲名した。河原崎座での当月の披露演目は、新舞台は楠の木のビンゴサブロ和田正人、楠木正重三役に、袖浦小池公の里見主八津阿平二役、工業仲ばより、一の谷双葉軍旗、熊谷直座ね襲名後に初めて東京で、家伝来の歌舞伎十八番がも物を演じたのは、 翌明治8年10月、ニーボリザと改名した河原崎座での、肝心町、弁慶。肝心町の弁慶市川宗家に戻って9代目、團十郎を襲名した後も、團十郎は、しばらくの間は、河原崎座との縁が切れなかった。河原崎座はその名を改めニーボリ座となっていたが、義理の老いの八代目ゴン助に、座元の任は重く、 すぐに経営難に陥って、團十郎に泣きついたのである。團十郎は、結局ニーボリザの座元を兼ねて、釈財を背負わなければならなかった。だが、1876年に12代目森田間、いよいよに招かれて、新富座に出勤した頃から、ようやく芸が伸び始める。夫妻の埋め合わせのために、地方回りをすることもたびたびあった。 1877年に西南戦争が起こるとそれを題材とした西南雲春友東風で西郷隆盛を演じ大当たりした文明開化の時代にあって明治19年に学者や政治家が集まった演劇改良会による演劇改良運動が起こり従来の高等無形な歌舞伎への反省から歌舞伎の革新を志し男十郎も 学術関係者や文化人と組んで時代交渉を重視した演劇に取り組んだ。海外の演劇事情を知るため欧米視察も考えた。これがやがて活歴と呼ばれるようになる一連の演目を世に出すことになった。しかし観客の支持は得られず工業的には散々だった。それ以降は古典作品の方の整備に取り組んだ。 ボタン平家丹の平野主義森1887年には演劇改良運動の一環として明治天皇の御前で初の天覧歌舞伎を催すという栄誉に良し肝人長の弁慶などを務めたこの天覧歌舞伎は外務大臣井上香織邸で開催されたが9代目は井上の他にも演劇改良会を通じて 伊藤博文や松方正義などの元老とも交流を持ち、歌舞伎俳優の社会的地位の向上に努めた。1889年、歌舞伎座が会場、先人者の森高にいよいよは座頭に9代目を招いた。ここでも、活歴を演じたたため、客足が伸びず、おっぺけぺえ説で一世を風靡していた、川上乙次郎の一座が、 歌舞伎座を使うこととなり、九代目は、明治座に退いた。音次郎一座が、海外公演に出た後、再び歌舞伎座に招かれた、際には、川上に汚された舞台にカンナをかけることを、要求したという。滑歴を諦め、再び歌舞伎に立ち戻った九代目は、1893年に、肝人町で人気を回復。この頃から九代目は五代目、小野駅五郎。 初代、市川左段次らと共に、東京の劇界を盛り上げ、断菊左と呼ばれる、明治歌舞伎の黄金時代を築いた。またこの時期に、作者、川竹木網を得て、北条九代名加工、極め付き万随長兵衛、天井墳上の初花、船、弁慶、大森彦七などを完成し、また福知大地王子と組んで、春京京志士、京郭春雨傘などを作り上げるなど、 数多くの名作を残した。また父、七代目の戦した歌舞伎十八番十八種を補足する形で、自らの得意芸を多く盛り込んだ、新歌舞伎十八番三十二から四十種も戦している。晩年は、娘道成寺の白拍子花子を、オルガンやバイオリンの伴奏で務めたりして、最後まで、新しい歌舞伎を追求していた。更新の指導にもあたり、 十五代目、市村宇ざえもん、五代目、中村宇たいもん、初代中村元次郎、七代目、松本幸四郎、六代目、小野駅久五郎、初代、中村吉右衛門などの有望な若手を育てた。しばらくの鎌倉剣五郎、初代段十郎が考案した、元六名を行った、場面小山九代目は、荒ごとから、和ごと、立ち役から、小山と、幅広い役柄をこなし、 舞踊に秘いで、その所作も功績も優れたものだった。奏で本中心蔵の大勢由良之助、漢肝心町の弁慶、博多少女朗郎枕の、毛剃り、しばらくの鎌倉健五郎、女六初演江戸桜の花川戸ス六、天井墳上の初花の高知山宗春、京郭春天笠の大口赤勝久菅原伝授手習い館の肝臓章、松尾丸、竹部玄三 一の谷二葉軍旗の熊谷直ザネ、造舗の山丹の加藤清正、キャラ仙台萩の二期男状、正岡、荒地四南の助、鏡山急二式への岩藤、本町二十四校の八重垣姫、芋瀬山婦女定金の大判寺、お三輪、木一方言三略館、菊畑の木一。舞踊では、鏡樹脂、巣大地など、当たり役も数多い。 これらの演目のほとんどで9代目が完成した方が今日の演出の手本となっている。見た目の派手さよりも内面性を重視した演技で役になりきるばかりか、その精神までを抑えた写実的なうまさには多くの逸話や証言がある。一例を挙げれば多くの舞台を同じくした中村詐欺助の証言に、 五代目菊五郎が、殿様役で出ても、あくまで芝居流に頭を下げるが、男十郎が、殿様に出て、皆の者、毎日の出資大義じゃなぁと言葉をかけられると、これはなんだか、本当のご主君に礼を言ってもらったような心地がして、母と自然に頭が下がる。というのが残されている。金言実直な性格だが、釣りを、唯一の趣味とし、 そのために別荘を茅ヶ崎に置いたほどである。それでも釣りの服装は、白木綿の鉄鋼キャハンに目ばかりズキンと定め、船中でも背筋を伸ばして釣りをするなど、芸の収容として見ていた。船に乗り合わせた弟子たちが、思い思いの姿勢で釣りをしていると、針一つ垂れるにも、短挫しなければ、お前たちの姿勢を魚が侮るぜ。舞台に立つ時も同じだ。 踊るにも釣りをするにも、その姿がきちんとしていなければ、その芸も魚も君たちの心のままにならないよ。気をつけなさい。と説教した。晩年はその他に猟銃による取り打ちも趣味に加わったらしく、茅ヶ崎の別荘に預けられた、牛之助時代の六代目菊五郎が、團十郎の猟銃を勝手に持ち出して、ガンを仕留め、それがバレて、大目玉を食らったが、説教の最後に、 ところで、その狩りは、どこにいたと聞かれたという、ユーモラスなオチが伝わっていた。なお、九代目が五代目菊五郎と務めた、もみじ狩りは、記録映画に残され、今日でもその芸を見ることができる。九代目丹十郎と五代目菊五郎は共に1903年に、死去した。丹十郎の最後の舞台は、同年五月の歌舞伎座、福地大地作、春日局の春日局。 家康二役。9月13日午後3時15分、持病の腎不全による、尿毒症に肺炎を併発し、茅ヶ崎の別荘、小承案にて死去。市村柿津の十五世、市村宇左衛門襲名披露工業が、翌10月、歌舞伎座で予定されており、団十郎は、工場のほか、市の谷二葉軍機の熊谷、大地の新作活歴、湘南港に、 出演予定であったが、ついに再起はならなかった。なお、通夜の際、デスマスク制作がマス夫人に許可されなかったため、代わりに急遽、洋画家、長原志水が、ガラス張りの棺越しに死に顔をスケッチし、それが、後日、三木武次主催の演劇雑誌、歌舞伎の口絵を飾ったほか、師匠族で横たわった男十郎を、五代目菊五郎ほか、先に死んだ多くの先輩、 後輩、友人、芸会関係者の霊が迎えに来ている構図の、シエも発売された。葬儀は、川上乙次郎が一切を取り仕切り、関係者に感謝された。墓所は、青山土地にある。洋装の團十郎九代目は、明治歌舞伎の頂点にあって、劇賞とまで歌われ、その存在はそれ自体が歌舞伎を体現するほど、深刻化されたものだったが、 自らの後継者となると最後まで恵まれず、そして悩まされた。九代目が務めた最後の、助六ロ八1896年5月、歌舞伎座男子だけでも五男を設けた、小袋者の父、七代目とは、対照的に九代目が授かったのは二女のみだった。そこで九代目は門人ながら、早くから、 天才と呼ばれてその資質を見せていた五代目、市川心臓を養子とし、これを手塩にかけて育成して、成田屋のお家芸を伝えていた。心臓も、その期待に応えて、芸を伸ばし、自然周囲からも、いずれは十代目團十郎と期待されるようになっていった。九代目が二人の娘に結婚を急がさず、むしろ離縁の外の知識人と自由に恋愛することを、 推奨するという、当時としては行転するほど、進歩的な考え方を持っていたのも、この心臓が控えていてくれたからに他ならなかった。ところが1897年、その心臓が37歳で休止するという痛恨時に見舞われる。眼病で片目を失明、眼帯をかけながら、舞台を務めていたが、病状は解放に向かうことなく力尽きてしまったので、ある。 九代目の落胆ぶりは、並大抵ではなかった。それでも、あえて長女の二代目、市川水仙には恋愛結婚を許した。日本橋の商家に生まれ、慶応義塾に学び、日本通商銀行に就職した、稲信福三郎というサラリーマンである。しかも、これを、婿養子に取るとまで言う。福三郎は、一階の銀行員だったが、その父はやがて、 東京市会議員になるほどの地元の名士で、福三郎の妖精な性格の中にもそうした育ちの良さが感じられた。しかもなかなかの勉強家で、諸賀骨頭の素養もあり、話題に豊富な文化人だった。そして、何よりも、長女の良き伴侶として、文句のつけようがない夫だった。稲信福三郎が、堀越福三郎として、市川宗家に、 無子養子に入った2年後、團十郎はついに後継者の件については何ら手を打つことなく静かにこの世を去った。9代目の鎌倉健五郎像9代目の死から59年を経た1962年、7代目、松本幸四郎の長男で、市川宗家に養子に入っていた9代目、市川海老蔵が11代目、市川團十郎を襲名。 ここに団十郎の大名跡が復活するが、十一代目は、襲名後わずか三年で癌に倒れてしまう。その長男、十代目、市川海老蔵が十二代目、市川団十郎を襲名したのは、それからさらに二十年を経た1985年のことだった。一方、九代目の死から十六年経った1919 19年、浅草戦争時境内に、 しばらくの鎌倉剣五郎を務める九代目の銅像が建てられた。この銅像は第二次世界大戦中の昭和19年に金属教室で失われたが、それから42年を経た1986年、十二代目、團十郎の襲名を木に復元され、旧地に建て直されている。九代目の肉声を記録した音盤の類は今日現存しない。ただ、 エジソンの蓄音機が初めて、浅草、奥山の花屋敷で見せ物に出された1890年7月、同月22日付の読売新聞に、この蓄音機には、西洋音楽を吹き込みあるが、ウ、キ郎、菊五郎等の名優は、この頃同所へ行きて、何か芝居の物語を吹き込むよしという記事があり、段菊領友が好奇心で奥山へ、蓄音機見物に行き、即席に、 演目は不明ながら、歌舞伎のセリフを初期の廊下ンレコードに吹き込み、それが公開されたことは確かなようである。さらにその9年後の1899年、もみじ狩りの映画が撮影された年の4月、歌舞伎座の本校行で肝心町を演じ終えたばかりの男十郎が、翌5月、菊五郎をはじめ肝心町で共演した主な役者を築地の自宅に集め、 一幕を、そっくり蓄音機に録音したという記録がある。これには、後日談があり、吹き込みから24年後、ダンキ菊左ともすでにこの世にない1923年3月26日付の、都新聞に、市川家にまだ残っていたその老下レコードを、日本蓄音機紹介が改めて当時最新の SP レコードに吹き込み直しているという記事が、掲載された。ただ、 それ以後の続報は一切なく、原盤がどうなったのかも不明のままである。なお、演劇評論家の渡辺保元によれば、自身がかつて所有していた初代三遊亭窓上儀による九代目の声色の SP レコードを聞いた印象として、決して美声ではなく、ドスの効いた低音で声量があり、堂々たる幅のあるセリフであったという。九代目までは、市川家は、 不動明王を代々信仰していたが、実定の発生、市川海老蔵の紹介により、神宗教館長の吉村正持と出会ったことにより、神道へ改修。以降、市川家はすべて新式で祭事を執り行うことになった。九代目團十郎には、死後、玉垣道森彦命の死亡が与えられた。ありがとうございます。